はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。リュート様、チャチャアンマリン様、ご支援ありがとうございました。ありがとう、口を出して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとうございます。犬の骨格は自然界に存在しない階段が苦手、合ってないようでして、できたら階段禁止にしてください。特に室内犬で1階と2階をですね、自由に上り下りしているような子は、若いうちはいいんですけど、中高年になって腰おかしくしてね、病院に来る室内犬の多くがお家どうなってますかって聞くと、これなんですよ。階段を自由に上り下りして、長年、いるとですね、腰をおかしくする、腰椎ヘルニアですか、で最悪ですね、下半身麻痺しますんで、できたら階段禁止、犬は。あとはあれですね、玄関のかまちっていうか、30センチ40センチぐらいあるとこう、よっこらせってこうね、段差を飛び越えるようなのは犬の骨格に合ってないみたいであります。日中ですね、立候補予定者手を挙げてくれた人と会ってきました。なかなかの好青年でした。地方選が日本改革と残念な結果だったのにもかかわらず手を挙げてくれてありがとうございます。何見捨てないでくれたっていうか、今日はゴミの日と憲法記念日です。ゴミ憲法記念日でもいいです。大きくですね、国辱憲法って書かれた街宣車、右翼の街宣車が2台連なって走ってるのを目撃いたしました。都内なんかは結構部屋の中いても耳にしますね。街宣車、軍歌流して、流してんなーっていうのを耳にしますね。その後ろですね、2台の覆面パトカーがぴったりくっついて、いました。街宣車、監視のためでしょうね。変なところに突っ込んでいかないようにとか、朝鮮総連とかロシア大使館に行かないようにとか、見張ってんでしょうね。読売調査で、読売に限らず朝日も毎日も調査してたみたいですけど、今日はゴミ憲法記念日ですからね。改憲賛成 61%、 改憲反対 33%、 わからない 6%、 わからないどちらでもないが、だいぶ少ないんで、これごまかしてねえか、改憲反対の方に数字、やってないかって話なんですけど、6割賛成っていう結果になりました。一般反応です。国民投票で過半数いけるじゃん。そもそも憲法で保障されている改憲を否定することが矛盾している。憲法で政府は国民の生命と財政を守る義務が明記されているのに、それをするための軍隊を否定しているのが恐ろしいほどの矛盾である。なるほどな、そういう考えも。パヨが自民主導の改憲は反対とか言ってるのは笑える。無防備なら戦争にならないという不思議な理屈はどういう原理なんだろうか。むしろ固くなに反対する理由がわからないと。新聞社によって結果が全然違ってました。朝日の調査だと反対が賛成のすごい上ですし、反対の方がすごい多かったですし、一番当てになると私が思っている参院選比例票がこちらであります。改憲派、護憲派、明らかでないものに分けますね。改憲勢力、自民1825万、維新784万、幸福15万、ポン1、これ日本第一党11万、国盛8万、新風6万と。靴沢が東京選挙区でいただいた4万6000票は、第一党か国盛か新風の比例票に入ってってんのかな。靴沢は東京選挙区だけで4万6000票いただきましたから、これ全国比例使えてたら、46万票をいただけてたのかな。そうすると私一人で幸福よりも取っちゃってんな、思いますけれども、そうはうまくはいかないでしょうけれども、合計がですね、明らかに改憲に賛成だと思われるのが2649万票。護憲勢力、これ明らかに憲法改正反対だって分かってる。立憲677万、
公明618万、公明なんかね、9条に手をつけるんだったら連立を解消するって、山口夏夫でございますが言ってましたんで、明らかな護憲勢力、共産361万、社民129万、令和、232万、いつの間にか令和の方が社民より票取るようになっちゃいましたね。ガチガチの護憲派パヨってるのは2017万、不明なのが民民316万、賛成177万、N 党125万、ごぼう19万、合計637万票、これが全て護憲に回るとですね2654万で、改憲派2649万と拮抗してますな。民民は玉木代表がですね議論すべきって言ってるけど、支持団体の労働組合がどう考えてるかは不明であります。所詮はね、民民を応援してる支持団体の労働組合、所詮はね民主党を応援してた連中なんで、ちょっとわかりません。玉木がその気でも、労働組合どもが絶対ダメって言ったら、ダメだしね。参政党はですね、自分らが作った改正案以外は認めないっつってですね、実質改憲を阻止しております。N とごぼうは右が左が全然わかんないですね。まあ入り混じってんでしょうけど、改憲国民投票するにはまだちょっと確実じゃないですね。なんかお花畑が目覚ます事件でも起きないとちょっと今の時点では難しそうです。北海道の原野にですねミサイル落ちるとかね、あとはまあ何年か経てばですね、上からですね自然と減ってきますんで、で分かってくるいる人の割合増えてきますんで、まあ時間経てば経つほど有利、パヨにとっては時間経てば経つほど不利っていいって思います。有田小西効果で立憲の支持率が大幅にというか腹の底から笑えます。49歳以下の、比較的若い層では瞬間的に民民と令和に、抜かれたそうで、めでたしめでたしと、これからちょっと変化してるって話ですよね。この時は去年の夏は立憲は677万取れてたけど、令和より次は抜かれるんじゃないかという、感じの記事ですね。一般反応、令和以下かよ、令和にも抜かれるって、活動家しかいないって周知されたからじゃん、割と LGBT が効いてる気がする。そうだよね、大部分の人には関係ねえ話だもんね。LGBT 変なことばっかり言ってるから、当然国民による野党の仕分け、令和支持する若者やべえ、ほんとやべえよね。バカで幼稚、それゆえ不遇だとパヨリっていう持論を私は持っております。パヨった50歳以下の目が行くのが令和とか民民なのかな。共産や立憲はもはやちょっと手垢がついたっていうか、古臭いっていうか、何もできなさそう。騒ぐだけ騒いで。両党もともですね、悪行を重ねすぎていて、メンバー総入り会でもしない限り、復権は無理でしょうね。何でもかんでもですね、お前が言うな、お前に言われたくないって、万能に聞くっつ笑えないありさますもんね。迷惑動画も後を絶たないようにですね、持論ですけど、私の持論なんですけど、バカは生えてくるのでいなくならない。今いるバカを全員処分しても、生えてくるからなくならない。何年経ってもいつになっても面白半分でですね、よーく考えもせずガーシーに投票しちゃうようなバカは一定数おる。でそいつらが目が覚めて、ああ俺はバカだった、ってなっても次から次へと新たなバカが生えてくるんでいなくならないっつね。大野埼玉県知事記者会見、可能な限り性別に関わらず利用できるエリアを設けると決めたが、女性トイレの廃止や減少を前提とするものではない。県が女性トイレを廃止減少させるという情報はデマです。つまり可能な限り誰でもトイレを増やすってことなのかな。結果的に男女トイレ両方の数減っちゃうんじゃないの。デマって言うんなら、その情報はどっから出て、なんで誤解されたのか。評判悪かったから慌てて修正してない？怪しいなぁ。ちょっと思うんですけれども。誰でもトイレ結構汚す人多くて
あんまし、評判良くないですね。あとなんだっけ、アンジャッシュの渡辺だっけ、あれが変なことに使って、あんまり評判良くないですね。あと男も女も入れるんで、なんか監視カメラつけられちゃわないかみたいな、そういう心配もありますよね。明日、署名活動行います。メール党員の皆様、お手伝いよろしくお願いいたします。場所と時間はメール党員様だけに、お知らせしてありますんで、お集まりください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。